ツイッターでそういうワクチン陰謀論みたいな人たちばっかりフォローしてる人たちはもうワクチン陰謀論に頭がもう支配されちゃってるんで、これも宗教みたいなもんですからね。接種後に死亡した人たちが百何十人いたというようなセンセーショナルな報道をしておりましたが、非常にその危機感を煽るミスリードだと僕はあの強く憤っております。ホリエモンの要点まとめチャンネル。 新型コロナウイルスでメッセンジャー RNA ワクチンっていうのが出て皆さんも打ったと思うんですけどあれだって夢の技術だと思われてましたから僕は多分ね6、7年前に取材した先生がいやメッセンジャー RNA を体の中にドラッグデリバリーシステムで送ればあの細胞が勝手に薬を作ってくれるんで みたいな話をしてて、お、夢の技術ですね、みたいな話を、いや、何年かかるかわかんないですけどね、なんて話をしてたら、美容、美容というか、本当一1年もかからずに実現しちゃったわけですよ。で、これはもうもちろんその、新型コロナウイルスのパンデミックみたいな状態があって、これをなんとか終わらせなきゃみたいな、世界中がそれで一致団結しちゃったんで、できちゃったことなんですけど、 まあ、やればできるじゃんっていうのは一つあるのと、人間の想像力っていうのはまあ、サイエンスフィクション、SF に現れる。よく、まあ、日本人から世界的な企業家が出ないのは、みんな SF をあんまり読んでないからだと。いうふうな話、イーロン・マスクは読んでるみたいな話とか聞いたことあると思うんですけど、まあ、SF に例えば、島民とかって出てくるし、不老長寿も出てくるわけですよね。だから人間ってやっぱ想像したことを実現する強い力を持ってるので、 あの、そういう、こう、イベントがあると、わーっとこう、寄ってたかって、すごいいいものを作ると。シンギュラリティっていう言葉があって、まあ、例えば、狭い意味では、例えば AI が人間を超えるみたいなところに使われたりとかするんですけど、僕もうね、シンギュラリティ来たんじゃないかなと思ってて、で、なんでシンギュラリティが来るんだっていうと、これはもうスマホ、SNS、モバイルブロードバンドの力なんですね。これは 僕がインターネットの世界に入ったさ25年前からある程度予見をされていたんだけど具体的に何が出てくるのかっていうところまで別に予見したわけではないんですけど全ての人の手元に端末があってそれがブロードバンドでネットにつながっててお互いにその地の交換ができるという時代がもう今来たわけです数年前からねイノベーターと呼ばれる本当にごく少数の人たちが それを使って、ありえないぐらい高度な議論をネット上でやってるわけですよ。ほとんどの人たちはついてきてないし知らないんだけど、その超天才たちがネット上でもうやりとりして、おお、すげえの出た。例えば、ね、そういう島民のわーって出たら、寄ってたかってみんながそういう物質を探してわーってやって、 こんな活性いいの出たよ。こんな活性いいの出たよ。ドワーって出て、もうなんか実用化しちゃったみたいな感じなんですけど。まあそういうことが今起きてきてる。で、ツイッターでそういうワクチン陰謀論みたいな人たちばっかりフォローしてる人たちはもうワクチン陰謀論に頭がもう支配されちゃってるんで、これも宗教みたいなもんですからね。だから、 ワクチン打たないみたいな話になって新型コロナウイルス感染して重症化して死んでしまうみたいなバカみたいな話になっちゃうんですよ。先日も、まあこれも全然関係ない話かもしれないですけど関東の某所のスキー場でねヘルメットを被ってない19歳の女子大生がスノーボードで逆エッジ食らって頭打って死んじゃったんですね。ヘルメットしてりゃよかったんですよ。だけどスノーボードって で、ヘルメットするもんだよっていうふうな常識が日本ではあんまりなくて、マスクはするくせに、スノーボードでヘルメットしないっていうバカなんじゃないのお前ら。みたいなことが結構横行してるんですよ。それはなんでかっていうと、勉強してないからですよね。スノーボードの逆エッジがどれぐらいの確率で起こっていて、どれぐらいの人が死んでるかとか、 調べたら、全然自動車事故で死ぬ確率より高いわけですよ。自動車でシートベルトするくせに、スノーボードでヘルメットしないってバカなんじゃないのっていう話ですよ。新型コロナウイルスで死ぬ確率よりも、スノーボードの逆エッジで頭打って死ぬ確率の方が全然高いのに、マスクはするのにヘルメットはしないっていうね。意外とそういう、こう、なんか不均衡と言いますか、 統計データとか、意外とみんな無視してるんですよね。車も、後部座席でシートベルトしてない人とか結構いると思うんですけど、もう僕は絶対しますもんね。なんかよくわかんないんですけど、えー、僕がワクチン打ちましょう動画をえアップしたら、なんか表情が悪いとか、顔色が悪いとか、誰かに言わされてんじゃねえかとか、わけわかんない陰謀論を唱える人たちがコメント欄に属出してき気持ち悪いんですけど、あれは何なんでしょうかね。 えー、僕が何か誰かに脅されて動画を撮るそもそもそういう状況になんでなるのかそんななるわけないじゃんっていう話それと僕はあのワクチンの開発企業ファイザーとかです、ね、モデルナとかアストラゼネガとかそういったところから一銭もお金もらっておりません、えー、その上でですね、えー、ノ,ンスパンノンスポンサード PR ゼロで、えー、この動画を撮っておりますが えー、某メディアが新型、ねえー、コロナウイルスワクチンの接種をめぐって、えー、接種後に死亡した人たちが百何十人いたというようなセンセーショナルな、えー、報道をしておりましたが、えー、これについてです、ね、あの非常にその危機感をあおるミスリードだと僕はあの強く憤っております。 ワクチンの接種後に、えー、死亡した人たち、これがワクチンと因果関係があるかどうか、えー、ここが多分問題になってるわけですけれども、あの、人間は今、今のところね、基本的にあの死亡率100%でございます、えー。いつかは人間死ぬわけです、えー。特に高齢者の方っていうのはですね、若年層よりも死ぬ確率非常に高いです。そして今、ワクチン接種されてるのは、ほとんどが高齢者の方々なわけですね。で、高齢者、 除いてもですね、全人口で日本人の、えー、大体ですね、1年間に100人に1人弱ぐらいの人が死んでおります。えー、年間110万人とかですね、まあ、年によって変わるんですけれども、100万人から110万人ぐらいの方々が毎年亡くなられております。100人に1人弱の人がですね、亡くなられているということで、えー、それはね、あのー、まあ、申し訳ないですけれども、えー 50人とか100人とか200人とかそれぐらいの人たちが偶然、えー、ワクチンの接種後にですね何らかの理由で、えー、亡くなられる方元気だったのに突然亡くなりましたワクチンの接種後って何とかワクチンに関連付けたいと思うんでしょうけれどもあの突然死する人はあのたくさんいらっしゃいます僕の周りにももちろん、えー、突然死された方ずっと元気だったのに突然死された方結構いらっしゃいます。 もう世界で打たれているワクチンなわけですけれども明らかにそのワクチンのせいで、えー、重,大重篤なまあ副反応が出てそれによって死亡したというような、えーね、人たちがたくさんいるというような話は一切聞きませんしあのそれぐらいあのたくさん接種をされていて副反応もそんなに多くないというふうに言われているワクチンですのでぜひあのそんなに不安を感じずにですね えー、もちろん副反応が出る方もあの一定数いらっしゃると思います。えー、しかしながらあのワクチンの集団接種というものはですね、えー、そういうものです。